まあ、4寝たろ。はい。神棚が上に戻りました。ね。アボカドも大きくなっております。じいちゃんも元気でおります。今朝6時ですけど。うん。おかげさまでね。神様のおかげさまだ。ご飯作り出しますか。それでは、まずは、昨日の残りですね。もうなんか、さつま市の穴水ずっと飲んでましたね。こんな飲んでいいんかいっていうぐらい飲んでましたか。まあ、なんとかなろう、人生。これね、こういうの古いのちょっとできてるのをどうですね。まずは朝は、まいちゃんのご飯からですね。昨日これ、もつ煮ました。ものすごい美味しかったから、酒買ってきて飲みましたね。まあ、正月三が日は飲んでもいいよね。ねえ。正月三が日は飲んでもいいよね。いつ飲んでもいいか。ということで、正月ぐらい一杯ぐらい飲むことにしましょう。まゆちゃんのご飯を作るのはね、飲みすぎはダメだかね。飲みすぎはダメだかね。飲みすぎるんだかわかんない。そうだね。飲みすぎってどういうのがいいんだろうね。いつの前か飲みすぎとかなくなったよね。メタモスしばらく使えるなしねろ。ん？使えるなしのなったろ。いやー、いいもんだと思うけどね。そんなに飲んでねえか。なんでですかね、不思議なもんです。後片付けがなければね、なんとか楽なんだけど、後片付けが大変なんだよね。どういったことですか。後片付けがなければなんでもない。まあ誰でもそうだよね。後片付けはしんといかんの、何があってもね。そこのこっち側にまず長いのを使って、まずはパやパーですね。まずは朝ごはんを使うことには話になりません。これを食洗機に入れて回すとこまでやめるよね。作ってる間にやればいいとこなんだよね。まずは傾きはここまでやる。こうしとったらヘルパーさんが来てくれて助けてもらえるよ。あれだってね、今の社会的な状況の中であるだけの話だよね。果たしてそれが正当なのかどうなのかっていうのはまた問題は別だね。バスが来るから、どんどん系は避けてやんないとダメ。こうやった箸とか、こういう長いものは別にしないと空間がいっぱい取られちゃうでしょ。空間取られちゃうよね。タッパはガサ張るから
なるべく別物にした方がいいでしょ。そうすると徐々に見えてきますよね、片付け方はね。ここら辺までやってないとちょっと楽なんだよね。ここら辺やっとくれば、あとはもうタタタと形だけだからね。よし、やったやった。一杯ぐらい飲んでいいの。よいしょ、これが今日のマユちゃんのご飯のベースですね。昨日の汁の残りがありますから、こうバサッと入れる。そう、今朝は秋田の味噌汁はキャベツの味噌汁だよ。勘弁ね。いつかげにキャベツの味噌汁のキャベツで、おお、ビール開けああ、これやったな。キャベツ、キャベツ、キャベツ、キャベツね。キャベツはだんだん芯に近づいてきますから、そしたら、おぉ、ビール発見。もう買ってきちゃったんだよね。あ、もやし発見。もやしだけ炒めないとダメだね。えのきと、ちょっとキャベツを素揚げ。これがね、やっぱりゴールデントリ。あ、これ食わなきゃダメだね。これ食うと、これが、あのアボカドになるわけですね。アボカドにね、アボカド、アボカドになります。アボカド、アボカド。はい、じゃあまずは味噌汁を作って、キャベツも刻んで、魚焼いて、目玉焼きご飯で、おじいちゃんご飯だね。おじいちゃんのご飯、パヤパーだ。まあ、まだまゆちゃんのご飯なんだね。はい、じゃあまゆちゃんのご飯いきましょう。これね、まゆちゃん、マイちゃんってうちの犬だから、犬。まずこれが入るのね。これだいたい全部入っていいかな。ちょっと軽くこういきながら、まあみんな入れちゃおうか。みんな入ったね、みんな入るね、よしよし。犬と人っていうのはさ、形態は違うけどさ、その中身は細胞の生命であってさ、ほぼ同じような、あの遺伝子構造、ほぼ同じなんだよね。何にも違いはないんだよね。ただ、何も違いがないってまで言うと変だけど、遺伝子上のその差異っていうのはさ、細胞にとってはさほど意味ないですよね。だから犬は一生懸命人間の細胞のコロニーの中に入り込もうとするでしょ。だから顔ペロペロ舐めたり、性行為を挑んだりするでしょ。あれ人間を間違えてるとか言うけど、あれ間違えてはいないよね。どう考えてもね。あれが目的ですよ。本当に。相手の身体というコロニーの中に自分が入り込みたいっていうふうに持ってる細胞生命がいっぱいいるわけだよね。だから、そういうふうになるわけね。昨日の味噌汁がね、ちょっと残ってるんで、昨日、おととい、あれ？いつだあれ？ 3 日ぐらい前の味噌汁がね、悪くなったのかな。ちょっと見てみましょうかね。これ、こっちは、人様の味噌汁、様つけちゃダメだよね。人様。ひと夏だね。ひと夏の味噌汁。お犬様。これね、このままキャベツの味噌汁になります。はい。こっち側がまゆちゃんでしょ。まゆちゃんの方は。おいしょ、いいかね。うん、トイレ行ってかね、大丈夫だかね。何？トイレ行ってないかね。行きてばいいんだよ。ちょっとあの前落ちこしてる跡あるからずらさねばなきゃ。これがね。うん。
はいはい。魚の好きなテレビでも見てなさい、うん、魚をね、いっぱいこれ刻んでみましょう。その日のうちに、例えば僕とか、おじいちゃんとかね、うちの、家族が食べなかったりしたら、余計にこうやって入れてやるとね、これでも十分ですね。ちょっと、もうちょっと。お肉とかね、結構拾って食べてるから。よいしょ。こちらですね。こちら側から、あれ、鳥のささみどこ行った、あったね。これ鳥のささみですから。今、朝6時だから、寝てます。はい。普通の人寝てます。はい。俺とおめさんぐらいだよ。起きて、働いてるの。あっちは。ただか昼だか晩だかわからねえ。うん、そりゃ普通だわね。俺もそうだもん。俺もさ、2時頃まで酒飲んでたっけさ。もうそれで、まあ、もう寝る寝る寝る、寝たと思ったらさ、おしっこが来たらおみさんちょうど来たからね。はい、これでまえちゃんのご飯ですね。まえちゃんのご飯。おじいちゃんのご飯は味噌汁で、ますな、うん、なんのなんの、うん、どうぞどうぞ。テレビ見てな、うん、帰って寝ててもいいよ。お好きな方、うん、どっちにしてももう今前のご飯作られました。作ってやったらね、あれ、魚もこれ食べるな。鮭ちょっと小さいの1個しかない。鮭小さいの1個しかないですね。うちか。うん、朝だよ。朝かや。朝だよ。まあ、ゆっくり捨てて、はい、おじいちゃんはテレビ見始めました。じゃあちょっとお魚焼いて、お魚に合いに行って、目玉焼き、目玉焼きいいね。じいちゃんはそれ終わんないし、俺の朝ごはんは、俺はちょっと食いたくねえな。ほんの4時間、5時間ぐらい前まで違うんだからね、体に悪いよ。どうした？ビール好きなの。はあ、あ、そばで見てねえかね。あそこ、うん、いいよいいよ、どうぞ。音聞こえるかね。あれ、まだあの、直子さん寝てたからさ、小さい音で聞いてね。小さい音、うん、このぐらいでいいけどさ、うん、いい、聞こえるの。聞こえるさ、これ聞こえるの。俺聞こえねえで、大したもんだ。いや、聞こえねえか。聞こえねえかね。困ったね。聞こえるかね。字出るかね、ね、テレビね。はい、これが卵。向こうが味噌汁ですね。あ、火ついてる。やべ。魚も火ついてる。これが前のご飯でしょ。すごいね、これね。うまそうじゃの。まあ普通6時っていえば起きてなんか仕事してるからね。
そうか。普通の人は会社に向かったりしてますよね、65歳ですとね。まあまあ人生忙しい人が多い。ちょっと水少ないね。ちょっと水少ないんで、もうちょっと水を入れましょう。よいしょ。からね、キャベツも煮ることがあるか。そうだね、野菜はだいたい水から煮てるね、俺ね。こう刻むタイミングで入れてますよね。これはうまいちゃんのご飯やっぱトゥ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 。もうすげえ魚の煮える匂いがする。サバの、焼きサバの似てる匂いがしますね。入れたもん。おい、それだとあの、なんていうの、ならんでしょ。すんげーうまい、うん、これすごいうまい。もう、なんていうの、 これぞ生命の汁ぞって感じがするね。こっちもうまいね。うん、本当 OK。 これはあと味噌汁、味噌が入れば OK ですね。はい、じゃあ続いて参りますか。昨日ね、夜に焼いたですね、これ。まだ大丈夫ですね。これからこれをこう切っておいて、枝巻きと一緒にね、しちゃいましょう。枝巻きと一緒にこれこう温めると美味しいですよね。もうそれでも一割簡単だろう。よしよし、肉はこれでいけちゃうんでね。これ生なんで、はい、これをちょうだいね。人間の後に食べる。よいしょ。こっちから味噌汁がね、もうからね。まあ味噌汁作って卵焼きってね、魚焼けばもう十分。おじいちゃんはあの味噌多いかな、多いな。塩分を控えるってのは、あれは愚かなことでね、しょっぱくないものを食うでいいんですよ。塩分ってのは絶対必要ですからね、細胞があの
外のものを内側に取り込むときにはナトリウムの濃度差でもって取り込んでるわけだから、それを忘れちゃダメ。よいしょ、はい、弱火。はい、こっち味噌汁終わり。味噌汁も終わりましたね。そしてこれが入ります。味見るの忘れてた。味は必ず見ましょう。うん、しょっぱみちょうどよし。こっち側だね、こう、うまく油はちょっと余ったら油で煮入れてね、鮭は返してあと5分ね。まずは忙しいよね、そういうのもね。今もうゆっくりにつきますから、間のところで割ると壊れない。これを、ね、これをタンパク質入りだね。まあこんなもんだ。まあいいか。今できるからね。待ってなよ。これでします。OK。はい、そしたらおじいちゃんのご飯の用意でございます。よいしょ。まずはキャベツを刻む。追いつけ追い越せし、俺ね、あの山本幸太郎とあの吉田真由美さんが結婚してると知りませんでしたね。ちょっと俺あの山本真由美さんファンだったからさ。だよね。ね、ほらこれでしょ。でちょうどよく蒸されてますね、この肉がね。
昨日の夜の仕立て直しをどう食べるかっていうのがこのね、この山のレシピ流ですな。そうなん？ね、こうやってやるとちょうど魚も焼けております。おっとっと、 OK。 はい、これをここにこうやって入れてやって入れさせていただきまして、よし、今行きおじいちゃん待っててね。お箸だね。味噌汁、味噌汁を、あったかい味噌汁を食べましょうや。このなばながね、みんなこうなってね、出来たての味噌汁でござる。ご飯はまだあったっけな。あるね。ちょうど 80g くらいか。ちょうど 80g くらいですね、それでね。それでそのままこっち行くと煮干しがあるから、これは俺がつけた煮干し、よし、1個買って、うん、さあやった。はい、そのまんまで出来上がりましたね。出来上がったでござる。出来上がったよ。今お持ちしますはい、これね、今日は目玉焼きでござい、梅干し入りのご飯でござる。で、マヨネーと味噌汁にヨーグルト。いいよいいよ、テレビ消すよ、大丈夫大丈夫。テレビ見ないよ。どうした？なんでもね、そのつけるけど。うん。ああ、いいかね。うん。なんか立とうとしてるっけ。あ、箸持ってきたよ、ほら。うん、箸持ってきて。それ食べて。うん。はい、じゃあそれで食べてちょうだい。サンキュー。うん。こう、あのね、朝だよ、朝。朝6時だから、酒はまだ早いと思うよ。俺だけ飲まねがね。酒やめようで。まあいいか、正月だもんな。うん、分かった。じゃあ正月だっけ。三が日だからね。はい、じゃあコップ半分だけしようね。半分だけ。半分だけしようね。はい、半分で。はい、じゃあ今日正月の3日だけ半分だよ。こんなね。はいはい、じゃあ召し上がってください。いただきます。はい、どうぞ。召し上がれ。足りるかね、おかず。うん、ちょっとつまみ足りねろ、酒飲むんだば。あ、昨日作ったもつ一個やるよ。余る。余るかね。あ、余るか。酒あるしな。でもいろいろ食った方がいいけど、ほら、もつやるよ。一口だけもつ。ね。昨日はあれなんだよ、夜じゃなくて、昨日買ってきて、お店行ったら売ってたんだから、もつ買ってきて煮たんだ、自分で。もうここにこんなつぼみ入れて、赤味噌で煮た。赤味噌で煮た、こんな美味しそう。はい、じゃあどうぞ召し上がってちょうだい。よいしょ。はい、じゃあこちらの方は後片付けを始めますか。じゃあゆっくり食べてね。うん、味噌汁はちょっとこれで終わるか。はい、じゃあ後片付けをちょっとだけしてね、ちょうどまだまだ洗う前ですね。はい、じゃあ裏バッグに入れてしまえば、やっぱ今日のこれタンパク質がここに入ってるんで、これはこのね、
がありますね。典型版ですね。今日はこうやって前から入れてあるとね、結構ここに、こういうのがいっぱい入ってるのに書いてますね。これは結構うちの奥さんの喧嘩になりますね。直前まで入れるなっていう派と、直前まで入れるなっていうのが僕の流儀で、奥さんの方は上をきれいにしたいからもう何でもいいから閉まっちゃう派なんで、ね、相当違うんですよ、この派閥は。時には流血の惨事を生むこともありますね。そんなにかい誰はあれ、俺がやるんだ、俺に任せろや宝が離婚してどうする。まあね、あれってあれだよね、結局はその相手が自分に歯向かうということが不愉快だから、そういうことになるんだよね。その心というのは不思議なものさね。不思議なもんだ。やっぱなもんだ。まあ、全てを失ってしまえば懐かしい思い出よな。なんだこれ、それ。僕は派閥的にここにこうかけるって話なんだよね。だからここにこれを入れるってね。派閥的にいつか我が家は2人ですから。二人の間の間にはってさね、男と女の間にはってさね、あれロー&ローだな、誰だっけあるけど、あの人ね、古澤敏夫さんも歌ってましたけど、やっぱり野坂っていう感じですよね。なんだかよくわからんですよね。ここら辺にもまだ入りそうですね。ここ入る。おお、これちょっとアーティスティックだね。これアーティスティック、これアーティスティックだね。ちゃんと取れてないじゃん。ダメだ。ダメじゃん。ダメじゃん。うん。梅がね。もう終わりだよ。それいっぱいで終わりだよ。うん、はい、じゃあこれを回しますか。ますか。うちは弱らい派ですから、弱らいを一回します。ね。それでいくという感じなんですね。はい、着々と、飲んでおります。よいしょ、その間に、こちらの片付けが進みます。包丁。おばあちゃん立派な出刃包丁持ってたね。え？おばあちゃんで立派な出刃包丁持ってた。いつもお店の魚さばいてたろ。ねえ、魚頭落としてお店してたねかね。
まあ昔の話だね。はい。これマユちゃんのご飯ですね。よいしょ。マユちゃんのご飯をここに入れていきましょう。一日一回だけですね。マユちゃんの食器洗いはね。最初で洗うのは珍しいですね。大体薄げばみんな取れてるんですよ。ちょっと、なんか、ついてるね。はい、OK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 。で、こっち側のやつも、まだ熱いね。やれないね。ちょっと水で冷ましますか。こうやってこと冷めますね。よいしょ。まゆちゃんのご飯でね。でこれが夜の分が入ります。これはこのまま洗うでしょう。で味噌汁はこれね。今朝のこっちで何時からのがこれになりますね。この後で洗いましょう。持つはちょっと、よいしょ。よいしょ。鍋はね、使ったら開けていかないと鍋不足になりますからね。はい。ということで、朝の忙しい時間が過ぎてまいりましたかね。前来てる。前来てないね。前ちゃんが眠くて寝てるようですね。どうなんだろう。うん、もう一肌ですね。もう入れてもいいけど、まあ寝てるからいいか。起き出したらね、やることにしましょう。朝はね、だいたい僕じゃない人がやるんですよ。夜は。やるのは僕じゃない人にしてるんですよね、終わりの中ね。はい。このものを片付けて。片付きました。これはもうないね、それね。こうさなきゃダメだ。これは後でマユちゃんにやりましょう。これはじいちゃんを。はい、ということで、皆さんも、こうしまってね。はい、皆さんも、おいしい朝ごはん食べて、今日も元気に過ごそうじゃございませんか。じゃあね。お父さん、何時だね。ん食ってかね、足りそうだかね、うん、酒はそれで終わりだね、うん、よしよし、はい、じゃあ皆さんも美味しいご飯食べて元気に過ごそうじゃございませんか。じゃあね。